英雄よ、すまない。頼む。あら、懲りずに仲間を取り戻しに来たのね。いいわ、また遊んであげる。仲間が襲われているな。急ぎ助けよう。操られている方々、もう少しの辛抱です。戦った後には元通りの間柄に戻れますゆえ。幻影か、分かっていても戦うのは気が引けるな。定山の狂気流、ここにあり。お前がいればつまらん戦も面白くない。共に雑魚をぶちのめす。何？私がもう一人。いや、あれは幻影か。敵将討ち取ったり。よし、うまくいったな。よろしくない状況、どう持っていこうかしら。できない事態があるのか。趙雲殿、いつもながら見事な槍さばき。よし、うまくいったな。趙志龍参る。ほう、俺の前に立つか。いい度胸。くだらなくてごめんなさい。言い訳はしないから。よし、うまくいったな。ねえ、こんなのはどう？尋常に勝負せよ。趙志龍参る。よし、うまくいったな。見事だ。戦いの数だけお前は成長しているな。敵将討ち取ったり。諦めぬ。
俺は最後まで諦めぬ。気の利くやつだ。礼は言わせてもらう。うわっ、そうなんだな。お前さんのところに振り向くんだよ。私も混ぜるに。よし、うまくいったな。定山の超気流、誇り合い。私こそ真の三国武将だ。ここまで強くなるのか。よし、うまくいったな。私こそ真の三国武将だ。よし、準備はいいぜ。お前さんとならいくらでも突っ走る。私と戦いたいのなら仕方ないわね。今日もとても楽しかったわ。そろそろお開きにしましょう。母上を逃がせばまた同じことの繰り返しになる。何としても捕らえねば。体に力が入らなくなってきた。神器の光を近くで浴びたせいかしら。早く本体のところへ戻って回復しないと。黄泉の呪縛が解けかかっている。浄化すれば母上も正気に戻るだろうか。さよ殿の力が弱まっている。黄泉の呪縛から解き放つ攻撃と。歌方の者の夫、大花が相手だ。 Very well done, Jerome. 完成いたしました。ダメ、意識が遠く。今だ、皆と母上を浄化する。何？母上。英雄様。はいいかしら。お母様。そうよ。玉木。フフフ。まあ。